生態、ハムスターと爬虫類ですね、ヒョウモントカゲモドキの入荷です。はい、久しぶりに入ってきましたね、ハムスター。それとあのヒョウモントカゲモドキも入ってます。まあ、まずハムスターからいきましょうかね。ガチャガチャして、一応うちで仕入れてるのは大体オスしか仕入れてませんね。オスの方がやっぱ抱っことかしやすいし、懐きやすいです。メスもできるんですけど、全然、まあ、比較的オスの方が面白いかなと。これが、パールホワイトになります。かわいいですね。ハムスター全部12月生まれです。こちらですね、はい、こちらはブルーサファイア、ちょっと黒っぽいやつですね。で、黄色いのがイエロープディングです。人気カラーですね、イエロープディング。かわいい子たちが来てますね。パールホワイトも伺います。はい、こんな感じです。はい、次、はい、ヒョウモントカゲモドキいきます。まず1個ずついきますね。こちらのブリザードです。一匹うちにもいるんですけど、うちにいるブリザードはこんな風に、まあ、特徴であるこのちょっと黄色が残るんですけど、うちに今在庫してるやつは黄色全部なくなりました。真っ白白です。まあ個体差が出ますけどね。こちらまず1匹目ブリザード、はい、2匹目ブリザード、ほら見てください、これめっちゃ変わってますね。縦ラインの線上に黄色を抜けてます。なのでこっちもね、黄色あるし、こっちも黄色ありますね。でも上から見るとこうです。ブリザードですね。はい、もう一匹ブリザード。手に入るうちにちょっと確保しておこうと思って、今回多めに出ました。こっちもさっきのタイプに似てますね。こちらもブリザードです。なんか黄色が抜けそうな気がする。前回うちに入ってきたのもこんな感じで、急に黄色がザッと消えたんですよね。出ようとしてますね。こちら4匹ブリザードです。大人気です。スーパーマックスノです。めちゃめちゃ人気シリーズですね。白地に、黒の、点々が無数に入るやつですね。こんな感じです。まあ、大きさもまあまあ育てやすい大きさですね。こちらもスーパーマックスノです。ゼロですね。ほぼゼロかの答えですね。まあ、ざっくり言うとちょっと模様変わってますね。この結構マックスノーも人気ありますよね。若干うちだとハイイエローより人気あるかなって感じがします。まあ、ハイイエローは個人的に僕はハイイエローの方が好きですけど、はい、あ、これ綺麗です。こんな感じですね。結構濃いですね。今回のマックスの白いところ濃いですね。いいです。携帯でも伝わります。
ます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。